さっきの手のひらパーとかにしていただければ写真がちょっと怖いわ。皆さんおはようございます。おはようございます。それではこれからちょっと出かける準備をしよっか。これは誰の荷物や。よし、メイクまでしたけどなんか目が覚めないね。お、美味しい。マリーこれを飲むと毎朝すっきりした気分になるよね。実は鳥人間最近氷以上に飲んでるのがあってね、じゃーん、ポカ札幌産の北海道コーン茶です。韓国でもコーン茶を飲むのがインフルエンサーの間で流行ってた時期があるんですけど、でも日本に来ると日本でも女性の間でこのコーン茶を飲むのが流行ってるみたい。とても深みのある香ばしさ、ここにも書いてあるでしょ、こんがり香ばしって。これ持って今日は出かけることにしよう。今日鳥人間が着る洋服はこれも買ったよ、この間新宿のルミネイーストで。いつものスカート、あ、また同じ服か。はい、ちょっとお腹が出てるような感じに見えますが、はい、まあ少しは出てるわ。ということで鳥人間、いつも旅行動画ばっかり撮ってたんじゃないですか。今日はちょっと鳥人間も休みたいと思って、まったりとした東京での東京での1日の生活を、今日から明日までママっていうの K-POP コンサートを含めたとても大きなイベントを東京ドームでやってるらしいんで、私東京ドームにも1回も行ったことないやん。今回ちょっとねまた招待されたので、行きたいと思います。とてもいい天気だ。もともとの旅行動画やったらいつもどっか美味しい店を探してそこに行くやん。でも今回は今まで弁当買って食べたことないよね。飲む子に行くとスーパーが2軒あって、ここの人々ももう弁当買いに行ってるちゃうか。ライバルやまた、私が先に行くで。みんなライバルや。まったりとした余裕のある一日を撮りたいのにめっちゃ忙しかった今。私のお弁当、スーパーマーケットはこの成城石井、向こうにピコックっていうところがあるんや。みんなライバルが自転車を駐車しているな。ピーコック、鳥人間もお弁当買えたで。12時40分っていうことは近くの公園に行けばサラリーマンたちがお弁当を食べてるかもしれないっていうことだよな。なんで急にこんなまた風が吹くんや。すでにめっちゃ美しいんや。それでこのお弁当をどこで、お、ちょっと行こ、ベギレ、お、ちょっと待って、私のお弁当がやばい、あ、持っとくけん、どれ入れんな、どうしよう。あのここにあったチキンカツが下に下がってきたんやけど、もともとこんな感じっぽくもまあ見えるよね。大丈夫だよね。大
昔のまったりとした東京生活。ここにテーブルとかあるんや。ちょっと飲んで。いや、セロリめくるっちゃな。もう13時やからな。もともとだったら私絶対お弁当買ってくる帰りにアイスコーヒーとか買いそうや。今回はこの子がいるからね。ああ、美味しい。自然とした甘みがこれは食欲をそそりますね。私のお弁当時間。お？お箸がない。ちゃん、でも念のためにお箸があるよ。ほな、いただきます。バスケット。うん、このお弁当クオリティめっちゃ高い。ご飯おいしいやん。美味しい。こんちゃんは何でも合うよね。日本のうどん、そば、海鮮丼、お寿司。あ、よう食べた。はい、それで楽しい食事タイムも終わりましたので、これからちょっと消化を兼ねてウォーキングに行きたいと思います。もう風邪はやめてくれへんか。本当に秘密スポットなんだけど、皆さんにだけ公開するわ。隅田川、美容が隅田川に、わ、隅田川。あ、うわ、この道や。あ、めっちゃ幸せ。不思議にこのコンチャってやみつきになるよね。自然な甘みにこの香ばしさ。どうしたんですか、おっか札幌さん。ずっと飲みたいんや。やめられへんわこれ。東京の隅田川でもこんがりと香ばしさが楽しめるおっか札幌の北海道こんちゃ。ちょっと待って。隅田川の唯一のオアシス。ちょっと怖いわ。ファンがいない時のものは無理だ。皆さん、私はこれから初めて東京ドームに向かいます。小川町、うまくいい横山。東京ドームに着いたやけど、あれ何？これ乗ってみたい。うわー、おー、2023ママや。ちょっとファンに反応して写真撮ること。おしゃべちゃブサイクや。置いて撮ることもできるので、さっきの手のひらファンにしていただければ写真が撮れる。はい、くじ聞くで。おー、一等やー。限定のスキンケアキットと、はい、あと弊社のモデルのスミのカードを出しております。ありがとうございます。一等やー。あー、
コンチャーのおかげで一等になったんや。うわ、金入れて、うわ、これプレゼントなん？じゃーん、インタビューでーす。あ、美味しい、はい。じゃーん、最後に鳥人間、お腹空いたからちょっと向こうのビビゴのブースも行ってみようや。ここでマンドゥを食べて、いよいマンドゥとキンパをもらったで。早く食べたい。うーん、ごま油の香りすごいよ。焼きマンドゥや。うん、うわ、ちっちゃいのも美味しい。味付けすごい。締めのポンちゃん、これからそろそろ入場始まるよ。私もチケットがあるんや。これからドームの中に入ってコンサート楽しんできます。 K-POP アーティストは動画を撮ることがダメになっているので、それは本当に残念ですが、私一人で楽しんできます。はあ、もうこんな時間。やっぱり遊ぶ日っていうのは時間がめちゃめちゃ早いですね。はあ、今日は特に暑かったから今日めちゃくちゃ飲んでたやん。これでも飽きないんですよ。お水だったら絶対もう何も味しないからここまで飲まないと思うんですけど、もうこれでもう水分補給十分できたのかなと思いますね。韓国ではコンチャって言うとトウモロコシヒゲ茶を主にもうメインとして売ってて、味が意外ととても濃い感じだったんですけど、こちらのポカサッポロさんの北海道のコンチャの場合、トウモロコシ 100% なんで、口当たりがすごく爽やかで優しい甘みで、軽くて飲みやすいからついついずっと飲んでしまう。しかもコンチャにはカフェインが入ってないから寝る前に飲んでも全然負担がないしね。それでは皆さん、今日もお疲れ様でした。おやすみ。おやすみ。おお、난 선물. 어 선물? 어 일단 마셔. 고바시. 北海道. 한국도 寒いで.